にちは、川野義彦です。今回は10代で成功するの、そして一人で自立することを目標にするというテーマで話しています。まず一人で自立するということなんですけども、まあ親とか親戚の家に住んでると思います。またまた寮かもしれない、それから施設かもしれません。そういった環境というものは自分でなかなかコントロールできませんよ。高校を卒業したり18歳、もしくは若いと10代前半かもしれませんけども、やはり自立しなきゃいけないんです。かなりやはり社会に出るというものは新しい未知の世界に踏み出すこともあるし、自分で自立しないと精神的にも落ち着かないし、人間的器も広がりません。そういった意味で10代から自由に自立する、自分の責任を持って生きる、自分の行動に責任を持っている、例えば自分の言葉が一つで、自分の行動一つで周りを何か、まあ、被害あうとか、周りを迷惑に思われたりとか、そういったマイナスの現象を起こしたりとか、そういったこともなくはないので、やはりそういった一挙手一投足、自分の行動、足、行動も言葉も全部ひっくるめて責任を持っていただきたいと思います。やはりそういった小さな行動一つ一つが自分が自立するために必要なエッセンスになってくるし、一つ一つの行動の積み重ねが自分の未来を作っていくからなんですよね。またやはりあと念頭に置いてほしいのは、愚痴とか他人の悪口とか学校の否定とか、そういったことそうですね、親の否定とか、そういったことっていうのは思ったとしても口に出さない、言葉にしないということを今のうちから意識しておくと非常にメリットが大きいです。別の動画で話してますけども、そういった愚痴とか不平不満、陰口とか悪口もそうですけども、そういった言葉を吐いていくと自分の未来に悪いことがどんどん起きる。今現在はこういうことを理解できないと思いますけども、やはりそういうふうに地球の法則としてできてるんで、それをやっぱうまく活用すべきなんですよ。そういったマイナスエネルギーも塵も積もれば大きな山となるんで、10代のうちからそういうことを意識していくと人生を長い目で見てものすごく得します、ね、ですのでそういったことを今のうちから意識しておくのも自分が自立するために非常にいい土台になると思います。ですので一人で自立するため自立することを目標にする。だから、まあ、よくある例だとしたら18、高校卒業したら大学進学とか専門学校とか就職とか、さまざまな進路ありますけれども、一人暮らしをするようにするとか、アルバイトしながら学生して、そして自分の力で生きてみると、そういった道を選んでほしいと思ってます。いつまでも親の保護下にいると非常に甘えるし、何もしなくてもご飯を出て、何もしなくても服は着れて、お風呂にも入れて、あったかい布団で寝れてっていうように、すごくぬるま湯状態になってしまいます。それを自分で作り出すっていうなるとまた違うんですよね。親に作ってもらう環境と自分で作る環境っていうもの
は全然違いますので、ぜひ今の状態を自分の力で再現してみる、そういった意識で高校生活10代を生きていってみると非常に素晴らしい大人になると思います。それでは今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。